こんにちは、源氏の湯広報担当の玉井です。今当店はですね、餅つき大会やってますね。それでこういう風に今お餅を蒸してます。いいですね、こういう風にかまどで蒸すっていうのはなかなかないと思いますね。いいですね、こう炎が実際こうやって薪をくべていてお餅を蒸してます。こういう風にお餅つき自体っていうのもね、あんまり見たことないし、こういう風にかまどで蒸すっていうのも、なかなかもう今ではね見ることが少なくなってると思うんですけど、当店はこういう風にねいろんなイベントを催してます。なんで、こういうお餅つきの大会とかね、お餅つき、やりたいっていう方はそのお風呂だけじゃなくてですね、こういう風にイベントも楽しみに来ていただけたらと思います。いいですね、この周りすごいあったかいです。またそのイベントの情報とかですね、ホームページであるとか、あと当店の LINE アットで定期的に送らせていただいてます。なんで当店の LINE にぜひ登録していただけたらと思います。失礼いたします。